速さは通用するなって感じはしました。でも頑張らないです。What's going on guys? ダンクマンヨシです。というわけで今回はまたしても日本女子バスケ代表の町田瑠唯選手について最近このチャンネルでも頻繁に出てますよね。っていうのは今回フィバがこの町田選手についてすごくいい感じにまとめていたので、どうせだったら皆さんにもこれを共有してもらいたいということで動画にすることにしました。自分のチャンネルが当初から掲げている一つの目標として、日本でバスケをもっと人気にしていきたいっていうことを言っていたんですけど、この女子バスケを取り扱って広めていくことも間違いなく日本でバスケを広めていく上で手助けになると思うので、今回もこの動画を見てもっともっとバスケのことを好きになってくれたら自分としてもとても嬉しいです。それでは本題です。今回やはりオリンピックが東京であったっていうこともあり、当初から日本の選手にはかなりスポットライトが当たっていました。ですがその中でも特に日本女子バスケ、彼女たちも日本としては初めてオリンピックで決勝まで行って歴史を作ったということでかなりの注目を集めました。そしてその中心にいたのが町田瑠唯、今回新記録を出したアシストクイーン。現在28歳の彼女はこれまでもアジアで有数のポイントガードでしたが、今回の大会を終えて彼女は世界でも有数のポイントガードとなったかもしれません。彼女がアスリートになったきっかけは町田一家にありました。彼女は3人兄弟の最年少で、彼女のお母さんルミさんはバレーボールをプレーしていましたが、同時に町田瑠唯選手の一番のファンでもありました。そして彼女のお兄さんは野球をやっており、町田選手が若かった頃スポーツにハマる上でとても大きな影響を残しました。そして彼女のお姉さんはお母さんと同じくバレー選手、そして彼女のお父さん重則さんは町田瑠唯選手のバスケキャリアにおいて一番の影響がありました。っていうのはお父さんも同時にとても熱いバスケ選手だったからです。ですが彼の身長がそんなに大きくなかったこともあり、彼自身としてはオリンピックでプレーすることが想像すらできませんでした。なのでまだ当時幼かった町田瑠唯選手がお父さんに対して彼女がバスケに興味があることを伝えたら、お父さんはすぐに必要なものを買い揃えてあげて彼女のバスケ人生はスタート。そして彼女が上達するまでそんなに時間はかかりませんでした。すると2011年、彼女は19歳以下の代表に選ばれてワールドカップに出場。そしてこの大会では彼女が唯一の2桁アシストを残した選手で、そして彼女はなんとそれを2回もやってのけました。よってもちろん彼女がこの大会でアシストリーダーとなり、彼女としても今回の代表では最年少で初めての国際大会となりましたが、この時について町田選手はコメントを残しており、今回は私にとって初めての国際大会だったけど様々なことを学ぶことができました。そして同時にとても楽しめました。世界中の選手と対戦できるチャンスをもらえるわけだから楽しむべきですとこのように話していました。当時町田選手は間違いなくライジングスターでしたが、まだシニアレベルのバスケでは何一つ結果を残していなかったので、いつか彼女は絶対にそこまで上り詰めると固い決心を決めました。そしてこの件についても当時町田選手はコメントを残しており、私もいつかはシニアチーム日本女子バスケ代表でプレーしたい、日本代表でプレーできることはとても光栄なことですと、当時2011年、町田選手はこのように話していました。そして時が過ぎること2015年、町田選手にとっては初めてフィバのアジアカップに出場することが決定。そしてこの時も彼女は代表の中では最年少で吉田麻美選手の控えとしてプレーしました。ですが控えとしても町田選手はこの時素晴らしい記録を残しており、彼女はこのアジアカップ2戦目、インドを相手に16アシストを記録。なので彼女はキャリアの最初の方からパスの素質を見せていたと。ですが彼女は自分の番が来るのをずっと待っていました。そして2016年のリオオリンピック、彼女はこの時も日本代表に選ばれましたが、またしても役割は吉田選手のバックアップ。そして2017年のアジアカップ、この頃には吉田選手の役割も減ってきていましたが、次はまた新しく藤岡みなみ選手というポイントガードが出てきて、彼女がチームのポイントガードとしてほとんどの出場時間をプレーすることに。そして2018年のワールドカップ、この時は町田選手は3番手のポイントガードとなっており、吉田選手はもう引退していたのですが、前回の藤岡選手、そして今回も代表として出場していた本橋奈子選手が絶好調だったということで、彼女
の平均出場時間は7分を切っていました。そして2019年のアジアカップ、この大会では藤岡選手は出れなかったんですが、この時は本橋選手が大躍進して、なんとこの大会の MVP を受賞。またしてもこの時町田選手はバックアップとなっていました。からの今回の東京オリンピック、吉田選手から様々なことを学んで、そして本橋選手、藤岡選手の横で成長を続けていた町田選手はついにこの大会でブレイク。この東京オリンピック、日本女子代表の最初の相手は世界ランク5位の強豪フランスでしたが、この試合で町田瑠唯選手は11アシストを記録して、なんと強豪フランスを撃破。世界ランク10位だった日本が5位のフランスを倒したことも注目されましたが、それと同時に町田選手のアシスト数もかなり注目を集めていました。そしてこの大会の前に FIBA がある投稿をインスタグラムに残していたのですが、それがこちら。誰がオリンピックの最多アシスト記録を破ることができるのか。そしてそこにはフランスのマリーヌ・ジョアネス選手、ベルギーのジュリアルマン選手、オーストラリアのレイラニー・ミッチェル選手、アメリカのスーバード選手、そして日本の本橋奈子選手もタグ付けされていたんですが、この時は日本代表の中でも町田選手が記録を破るなんて FIBA も想像すらしてなかったと。そして日本代表は次のアメリカ戦、試合は負けはしましたが、彼女は11アシストを記録。そして次の第3戦ナイジェリア戦では、彼女はなんとオリンピックの最多タイ記録15アシストも成功。この件についてはトム・ホーバス監督もコメントを残しており、彼女のタイ記録は本当に素晴らしい、っていうのは長年オリンピックでは素晴らしい選手たちがプレーしてきたから、この度彼女に注目が集まって私も本当にハッピーだ、とてもファンタスティックだ。ですが彼女がタイ記録を決めていたということを知らなかったから、試合の終盤はそんなにプレーさせなかった、新記録を出す可能性もあったからその点は悪かったと思ってると、このように話していましたが、実はこのタイ記録もそんなに長くは続きませんでした。この後日本代表は決勝トーナメントへ進んで、準々決勝のベルギー戦、日本代表はね、劇的な逆転勝利を収めましたが、町田選手はこの試合でも14アシスト、この時点で4試合連続の2桁アシストを残しており、彼女はトータルで51アシストも残していました。そして日本代表の次の準決勝の相手はフランス。グループ戦で日本に負けたフランスはリベンジに燃えていましたが、この試合では町田選手が大爆発。試合も日本は勝ったんですが、彼女はなんとオリンピック最多の18アシストを記録。自分の順番をずっと待っていた町田選手でしたが、ここに来てついに大爆発。この件についてはトム・ホーバス監督もコメントを残しており、町田瑠唯選手は長い間日本代表のバックアップ選手としてプレーしていた。だが彼女は常に信じられないパサーだったし、彼女は本当に仲間へのパスの仕方を分かっていると、このように話していました。そして町田選手も自身のアシストについてコメントを残しており、プレー中はアシストの数は分かりませんでした、記録のことは考えていませんでしたが、他の選手が本当によく走ってこれらの得点を決めてくれました、だからこの記録に本当に貢献してくれたのは彼女たちです、とこのように話しており、そして彼女は女子バスケの人気についても話していて、男子バスケはすでに有名です、だけどそれに比べて女子バスケは結果を残さないといけない、だけど今回の活躍によって注目は集めることができたと思う。そして今回の大会を終えて Twitter や Instagram のフォロワーが激増していたからとても驚いています。そしてファンの方々から様々なリアクションを受け取ることができたのですが、それも当初の私のゴールだったし、バスケに興味を持ってもらえて嬉しいです、とこのように話していました。はい、というわけで記事については以上なんですが、いや自分も本当に知らないことがたくさん書いてあって、例えばこれ以前の大会では彼女はメインではなく2番手なんだったら3番手の時もあってからのここまで上り詰めたから本当にすごいと思います。皆さんは今回の話についてどう思いましたか？あなたの感想もぜひぜひコメント欄で教えてください。そして今回も楽しんでもらえたらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、という感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。